めっちゃな瓶の飲み方めっちゃ気持ち悪いけどフレンドってなっちゃった。飲めへんとってちゃんと。どうでしたかね。普通。なんか変じゃない？ちょっと変って言われんねんけど、めっちゃめっちゃさ飲めてちさちっちゃいからめちゃめちゃ飲めへんくない？ちゃんと本気で吸わな。今夜お疲れ様。何その飲み方。そう変って言われんねん。こっち。美味しい。声入っちゃダメなやろ。もう何怖い。いい感じだ。哺乳瓶確かに。その飲み方なるよな。だってちっちゃいからどうやって飲む。みんなどうやって飲むの。はいはいはい、気使ってくれた。みんな一緒じゃないの飲み方。なんか友達の前で飲んだらめっちゃ笑われた記憶あるね。今日のためだった。めっちゃ可愛い。もうめっちゃマネージャーさんにもめっちゃ似合ってるって言われた。ここは見込んでもらって、ここはちょっと巻いてもらって、僕レディも出してもらって、スーパースペシャルです。なんかそう髪型いろんなんするので、もう B2 次は土曜日やったら1週間後なんで、土曜日なんでまたちょっと似合いそうな髪型を選ぶので来てください。皆さん何しよう。次やりたいのはいっぱいあるんですよ。2つリサが昼やってた2つクマパンダなんでクマやりたいし、巻き下ろしもしたいし、巻き下ろし普通の巻き下ろしもしたいけど、なんか編み込んでもらったりとかして、下ろしたいし、あとはポニーテールの巻きやりたいし、サイドポニーの巻きやりたいし、やっぱ羊みたいなのもやりたいし、はい、みたいな感じです。 なのでもう着ることもないと思った。やるのでまた来てください。写真のストックというか写真が楽しい撮るのがもうやっぱメイクさんめっちゃ上手いからもうめっちゃテンション上がる。やったーってなります。そう土曜日出れるんですよ。もうテストが終わってもうすごいハッピー。もう夏休みなんですよ。で私夏休みとか冬休みの時に絶対にあの夏休みとか冬休みとかになるとリサとかにちょっと大学生って休み長いから絶対マウント取っちゃう。今日もマウント取っちゃって、昨日練習しに来ててリサもおって、夏休み入ってみたいな話をしたんですよ。そんでなんか夏休みいつまでと聞いてってリサに言って、いつまでなんてちょっと強制的に聞かせて、9月20日まででーすって言ってマウント取ってました。ちょっとそろそろ嫌われるかな。抑えます。ありがとう。お疲れ様です。春休みもやってた。春休み劇長いからね。もう冬から一緒ぐらいか。9月20日、やばい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 、9月20日までに成績発表があるじゃないですか。ほんまに怖い。どうしよう、めちゃめちゃドキドキすんねん成績発表。
今のところ必修は何も落としてないからそう、やば一瞬で飲み終わっちゃった。ひるみひなとお揃いやったよ。待って、さっきからめっちゃコメントでメンバーに脇腹こちょこちょしたことある？ない。こんなこしょばしやったりとかしひんの。今日の MC めっちゃ頑張ったね。どっち？あ、なに？あれか、夏の暑いやつ。もう今年は絶対に撮りたい。だって今年を撮ったらね、もう泣いたら。こんばんは。やばい。今日ね、あのね、モバメで送ったんですけど、あのピーチゼリーのほんまにとろけるピーチティーゼリーみたいな、ほんまに食べ飲んでほしい。ほんまになんか飲み物なんですけど、めっちゃゼリーで今日家から持ってきたんですね。で昼終わった後に飲んで、でまだ口つけてなかったから紙コップにあのアミちゃんとミヒナにあげたんですけど、二人ともめちゃめちゃ美味しいって言ってた。え、傘なってしまってる、マジでやばい。しかもさ、自分だけの傘じゃなくてさ、親にも貸してもらって、親の傘ビニール傘じゃない、ちゃんとしたあのおしゃれな傘もめちゃめちゃなくしてしまってる。ほんまにやばいと思う。もう私も手に、雨の日手にかぼったな傘。ようやってたんです私、大学生になってさすがに来てないんですけど。バイバーイ。めっちゃなんかそう、大学生になってやめたけど、テスト範囲とかよく書いてた。でもテスト期間に入、テスト中とかなったらさ、カンニングやと思われるから、なんか油性で書いちゃってめちゃめちゃ大変やった。やばい。あ、カラトンはこれ、今日のはメロットのパールリングってやつです。なんか着色直径はちっちゃいんですけど、縁があるのでなんか漏れますけど、 B2 公演はちょっとなんかギリギリらしいです。これ今日の髪型はサタタの写真を見せました。ちょっとなんかどんな、どれどう、三つ編みっていろんな種類ありすぎて思いつかなくて、とりあえずサタタのツイッターあさって見せました。最近おパンチウサギ、おパンチウサギとポチャムがめちゃめちゃもう可愛すぎて、ポチャムってヨーグルトの妖精らしい。知ってたみんな。ちょっとめっちゃおもろい。ちょっとポチャムのあの今日あのポチャムで一番好きなのは教習所、車の教習所かなんかで先生に全然当ててもらえへんポチャムが、君まろくんっていう友達がいるんですけど、君まろくんにいつも助けてもらってるのに、あの君まろくんがあの当てられたから椅子を引くんですよ。ポチャムがいつもね助けてもらってんのに、ポチャムで、君まろくんは頭がいいとは知らへんけど気づくんですよ。その時のポチャムのなんかはぁみたいな顔がめちゃめちゃ可愛いので見てみてください。もうめちゃめちゃハマってます。チートアも好きです。ちゃんと見てますよ、目覚ましテレビ。こんばんは。今夜お疲れ様でした。ありがとうございます。どうでした、みつあみ？もうちょっと下までアンダーバージョンとかもやってみたい。けどめっちゃお団子した後は
お団子した時はみんなに何も特に言われなかったんですけど、三つ編みした時は可愛いってみんな言ってくれました。何も言ってないのに。え、おパンチ食堂めっちゃみんなと行きたいって言ってるんですよ。でもちょっとタパミやんな、可愛いけど。おパンツ好き、履くの履かないの。あ、終わったんや、マジ。心斎橋にあるって聞いたんですけど、終わったんや。履くの履かないの、履いてるんですけど。だからドン・キホーテでうんぽちゃまの T シャツが発売されるって聞いて行ったんですけど、売り切れてました。一番くじが8月の1日にあるので絶対にやります。私はペンケース狙いです。履いてるんですけど。おパンチうさい。小銭拾うの手伝ってよ。路中やめなよ、家の前。やばい、私は部活で玉拾い。聞きすぎて、ね、ちょっと言えちゃうんですよね。ちょっとおパンチの話やめよう。興味ない人絶対おる。公園の話します。今日はですね、久々だったんです。久々、1ヶ月ぶりくらいの4番手でした。でも4番手も9番手はね、自分のポジションなんで、あの、覚えてるんですよ。あんま復習しなくても。いや、復習ちゃんとするんですけど、ちゃんとなんか何も見ずにそのいけるんですけど、4番手も結構まあまあやってるんですよ。多分今まで6番手とか5番手の方が出てたけど、4番手も最近追い上げてきて、9番手とあんま通らんぐらい遅いけど、9番手の次ぐらいに出てて、最近なんかそんなに割と思い出す作業は短くなりました。なんか見ずに行けたりもする曲もあります。全然。え、これさ、誰々が外れ浮きましたみたいな、そう、千秋楽までに段の時の4番手は4番手のままです。そう、なんと千秋楽までに、多分シンポジは多分できへんのちゃうとなって、みんな覚えてる人多すぎてできへんと思うけど、普通になんか自分がやっておったりポジションを全制覇して終わらせたい。6番手とか、なんかごめんね、このフリートとかめっちゃ好きなんで、やりたいです。え、かき氷食べました。それに来ましたって言ってるまで、ね、自分にだけ出ることじゃなくて、みんなに出るの、こっちだけ言ってくれるやん。あ、当たりやん、おいしそう、ありがとうございます。よし、なんとオープニング衣装の緑衣装を実は着てみたいんですよ。めっちゃ可愛くないですか。なんか首輪みたいなのついてて、肩出てて可愛いってなってるんですよ。けど多分衣装はポジションがあるから、多分ずっとピンクのままだと思われます。緑可愛いなと思ってたんです。ずっとなんかちょっと特殊やな、ことに比べて。なんかいろいろついてるやんな。うん、みんな髪型変わってて可愛いですね。緑は雪乃と渡名さんのイメージです。はい、もう終わります。渡名さん、確かに雪乃のイメージめっちゃある。雪乃のピンクとか見たことない。はい、終わります。終わります。ちょっとね、撮っていてください。ちょっとリップ、13位エイティさん、ありがとうございます。12位ナナナサポンさん、ありがとうございます。11位日高浩二茶で止まってます、すいません。茶、ありがとうございます。10位リンタクさん、ありがとうございます。9位キジタさん、ありがとうございます。8位ちくわドーナツムサちゃんさん、ありがとうございます。7位山達さん、ありがとうございます。
6位山田アーニャさんありがとうございます。5位イッシーさんありがとうございます。4位クラちゃんさんありがとうございます。3位カズミさんありがとうございます。2位萌えちゃんありがとうございます。1位はともひとさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、めっちゃお腹すいた。ではでは切りたいと思います。